回はね、ホラー映画でもないし、青春映画でもないですけども、普段生きている私生活というか、働いてらっしゃる皆さんとかのこうよりリアルに近い部分っていうものを演じれたらいいなっていうふうには思ってましたし、そういうものをあの監督さんからも望まれてたので、ちょっと自分が出てるからそのあんまり客観的には分かんないですけど、こんにちは、黒羽麻璃央です。映画「生きててごめんなさい」が公開中です。この映画はですね、主人公っぽくない2人の現代社会の闇だったり、生きづらさみたいなものをギュッとまとめてあるので、ぜひ、刺さる方にはきっと刺さると思ってますので、ぜひ映画館で見てください。よろしくお願いします。